さあ、今回もプロ野球選手解説、やっていくよ。29回目の今回は、今のプロ野球の基礎を作ったとされている選手の解説になるよ。その選手とは、巨人や中日に在籍していた、与那嶺要選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。与那嶺要、1926年6月24日生まれの85歳、アメリカ合衆国、ハワイ準州マウイ島生まれ、元プロアメリカンフットボール選手のプロ野球選手だよ。引退後はコーチや監督を歴任。外国籍を有する監督としては NPB 史上一人目だったよ。父親は沖縄県、母親は広島県出身のハワイ移民日系2世。ウォーリーという愛称で親しまれ、ウォーリー与那嶺の表記もされることがあるよ。少年時代は家業のサトウキビ畑で働く。俊足を買われ、1947年にフェリントンハイスクールから、アメリカンフットボールのサンフランシスコフォーティナイナーズに入団したよ。しかし、度重なる怪我に見舞われて現役続行を断念し、1950年に野球に転向。マイナーリーグ AAA 級、サンフランシスコシールズ傘下の C 級ソルトレイクシティビーズに入団したよ。1951年、前年昇格ロビンスにリーグ優勝を奪われ、戦力強化を急いでいた、読売ジャイアンツのスカウトを受け、シーズン途中に来日し、6月19日に入団。日本プロ野球では戦後初の外国人選手となったよ。来日初打席では杉下茂からいきなりセーフティーバントを決め、1イニング3盗塁や、併殺崩し、本塁でのクロスプレーなどで本場仕込みの走塁技術を発揮し、同年シーズンは規定打席不足ながら打率3割5分4厘を記録したよ。翌1952年には、リーグ2位の打率3割4分4厘、38盗塁を残し、オールスターゲームにも初出場を果たすよ。なお、オールスターには以後8年連続で選出されたよ。この年までは、センターであった3番打者の青田昇の存在があり、与那嶺は主にレフトを務めていたが、青田の移籍に伴って、1953年以降はセンターを務めるようになったよ。同年シーズンもリーグ5位の打率を残し、1954年には打率3割6分1厘という、自己最高の成績で自身初の首位打者を獲得。1955年もリーグ4位の打率を記録するなど活躍したよ。1956年、球団史上初の開幕戦初回先頭打者本塁打を放つよ。同年は打率3割3分8厘で2回目の首位打者となり、リーグ5位の13本塁打を残したよ。翌1957年には打率3割4分3厘で、3回目となる首位打者を獲得し、MVP に選出されるよ。1958年からはレフトになり、1959年まで2年連続でリーグ3位の打率を残したが、35歳のシーズンとなった1960年には、打率2割2分8厘と成績が急降下したよ。12月3日に自由契約となり、12月7日に中日ドラゴンズに移籍。その巨人を相手にした1961年の開幕戦では、9回に決勝ホームランを放つよ。そして1962年に現役を引退し、12月26日にコーチ就任が発表されたよ。巨人時代はベストナインを通算7回受賞するなどの活躍で、第2期巨人黄金時代を支え、1番与那嶺、2番千葉は当時、球界屈指の1、2番コンビであり、4番打者の川上とは首位打者を争うライバルであったよ。引退後は中日で、1963年から1966年まで一軍打撃コーチ、1970年から1971年までヘッドコーチ、1972年から1977年まで監督を務め、ロッテでは、1967年から1969年まで一軍打撃コーチ、巨人では、1978年から1979年まで二軍外野守備走塁コーチ、1980年には一軍打撃コーチを務め、南海では、1981年に一軍打撃コーチ、1982年に一軍ヘッド兼打撃コーチ、西武では、1983年に二軍打撃コーチ、1984年に一軍守備走塁コーチを務め、日本ハムでは、1985年に一軍守備走塁コーチ、1986年にヘッドコーチ、1987年から1988年に一軍ヘッド兼打撃コーチと、長期間切れ目なく各球団で監督、コーチを歴任していたよ。ロッテコーチ時代は、池辺、山崎、有藤を育て、中日監督時代の1974年には、古巣巨人の V10 を阻止し、1954年以来となる20年ぶりのリーグ優勝を果たしたよ。1987年のオフにフジテレビ系、プロ野球ニュースの企画、特別出前表彰式に出演。都内の自宅にて、やや困惑した顔で中井美穂から表彰状を受け取っていたよ。1988年シーズンを最後にアメリカ合衆国壁国。1994年に野球殿堂入り、
日本プロ野球で活躍したアメリカ人選手は数多いが、その中でも殿堂入りを果たしたのは、現在与那嶺ただ一人だけだよ。1998年にハワイ高校体育協会に20万ドル寄付。以降ふるさとのハワイ州で悠々自適の日々を送っていたが、2006年にプロ野球マスターズリーグ参加を機に、18年ぶりに再来日したよ。2009年にはオリックスの招きで、7月16日のロッテ戦で始球式を行うなど、80歳を超えても元気な姿を見せたが、前立腺癌のため、2011年2月28日にホノルルのシニアホームで死去。85歳だったよ。死去から3ヶ月後の2011年5月27日、東京都港区六本木の、本人が生前通っていた六本木教会にて、お別れの会が催され、長嶋八王、中日監督時代の教え子で、1974年優勝時の投手だった星野ら400人が参列し、個人との別れを惜しんだよ。王は、すべてを教えてくれ、野球人生が大きく変わった。与那嶺さんの加入は、プロ野球発展の節目の一つとスピーチしたよ。また楽天監督を務める星野は、ウォーリーは生きています。私がウォーリーイズムを楽天で作っています。必ずいい地盤を築き、ウォーリーに報告したいと挨拶し、最後は盛大な拍手と大歓声に包まれたよ。お別れの会は当初3月22日に、千代田区麹町の聖イグナチオ教会で行う予定だったが、11日前に発生した東日本大震災により延期されていたよ。出身地であるハワイ州のダニエル・ケイ・ノウエ国際空港内には、功績を称え、サンフランシスコ・フォーティナイナーズや、巨人の選手時代、中日監督時代のユニフォームなどが展示されているよ。そしてここからは、選手としてのエピソードを紹介していくよ。アメリカ仕込みのスライディング、タックルなどの激しいプレイスタイルは、当時、スカートを履いたお嬢様野球と、揶揄された日本プロ野球に新風を吹き込んだよ。スライディングの際、足の甲で相手野手のグラブを叩いて、ボールをこぼれさせることでセーフになるという、走塁技術や、現在では当たり前に行われている、打者の一塁ベースランニングの常識を、日本プロ野球界に普及させた選手でもあったよ。また、犠打ではなく自身が出塁することを目的とした、ドラッグバントや、フライ級へのダイビングキャッチなどの新しい戦術は、与那嶺によってもたらされたと言われるよ。日本プロ野球界の走塁の意識を変えた外国人選手として、与那嶺は、ダリル・スペンサーと共に名前がよく上がる選手であり、加藤良三は、日本の野球に革命をもたらしました。戦闘的スライディングはその一例で、芸術的な打撃は今もまぶたに残っています、と語っているよ。川上哲治は与那嶺について、とにかく、足が速かった。速いだけでなく、それまで見たこともないような、頭を使った走塁術がすごかったと振り返っており、当時の日本の野球は、ただ打って、投げる、という単純な野球だった。そこに、彼が米国の進んだ野球を持ち込んできた。そういう近代野球への目を開かせてくれたという意味で、大きな貢献だった、とその功績を称えているよ。芸術的な打撃と走手に優れる選手であったが、アメフト選手時代に肩を怪我した影響で、弱肩であったため、肩が唯一の弱点とも言われたよ。また、ホームスチール通算11回は歴代1位であり、来日した1951年には、シーズン最多ホームスチール記録となる、5回を決めているよ。日本語は日常会話であれば理解できたものの、読み書きはほとんどできず、細かな表現には拙い部分もあったよ。与那嶺の日本語があまり上達しなかったのは、野球の練習に専念するために、日本語の勉強の時間を惜しんでいたためとされるよ。中日監督時代の遠征の際、ある選手が門限を破って、帰ってきたのを見つけた与那嶺は、今晩は、寝ないで反省しろと、叱りつけたかったのをうまく言えず、今晩派を何度も繰り返すばかりで、言葉が先に進まず、結局何も言えないまま、自室に返してしまったことがあるよ。周りにいた者たちは、なぜ監督は挨拶していったのだろうと不思議がったというよ。ただし本人も何も対策しなかったわけではなく、周囲の人に新聞を読み伝えてもらうことにより、スポーツ指揮者の考えなどはきちんと頭に入れていたそうだよ。野球に対する姿勢は厳しかったが、日常では非常に大らかでアットホームな優しさを持っていたよ。谷沢は与那嶺の監督時代の思い出として、開幕戦の前や移動日に家に全員招待してくれて、与那嶺夫人の手料理を振る舞ってもらって、息子さんや娘さんも歓待してくれた。そうやってチームの輪ができていった。なかなか日本の監督さんにはないタイプだったと語っているよ。星野は、与那嶺さんに怒られたことは一度もない。懐の深い、米国の合理性と義理人情を両方持っている、と評したこともあるよ。
現役引退後サラリーマンと解説者をしていた、権藤博を二軍投手コーチで招聘しており、権藤は与那嶺について、現場復帰への道を開いてくれた恩人、熱い思いと行動力、そしてアメリカの合理主義を併せ持つ生き様は、私の各理想の野球を具現化する存在と述べているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、走塁技術の基礎を作った人物ということで、この選手がいなければ、今の日本の野球は違っていたものになっていたかもしれないね。それに、もともとアメフトの選手であることもあって、走ることに関しては得意だったのかもね。それじゃあ今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。